取れる。はい、どうも伊藤です。皆さん、お疲れ様です。ということでね、タイガース2023年シーズン及び、まあ、ポストシーズン終了ということで、皆さん、改めまして、1年間お疲れ様でした。私はですね、昨日、胴上げ、まあ、日本一の胴上げを見させていただきまして、それから関東の方に戻ってきて、今自宅で撮影しているということになります。はい。ということで、皆さん本当にね、1年間お疲れ様でした。そして、最後最高の結果でね、終えることができて非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ今年ね、結構ね、まあ冒頭の動画を見ていただいたと思うんですけど、まあ、結構な試合数行かさせていただきました。で、まあ私、まあこれだけ行けたのもですね、一重に、まあ途中から YouTube、まあ本格的に投稿するようにしたんですけど、それを皆さんにも見ていただいて、まあ、それがモチベーションにつながっている部分もありますし、あとは収益の方でですね、遠征費とかっていうのが、まあ、若干賄えたりする部分もあったので、まあ、その部分で、数多くの試合行けた。まあ、また、球場の様子を皆さんにお伝えできたのも非常に良かったかなというふうに思います。はい。ということで、改めましてですね、皆さん1年間、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。はい。来年もですね、できればやっていこうというふうに思ってますので、引き続き当チャンネルの方よろしくお願いします。阪神系のね、YouTuber とか結構いらっしゃるんで、そこのトップは、マナブ18号さんだと思うんですけど、まあそこを目指そうというよりは、あくまで私のね、独自の路線で、まあ新しい角度でっていうところで、まあ、何かしらね、やっていこうと思ってますので、また引き続きね、応援していただければいいかなと。ということで、はい。皆さん、今シーズンどうもありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いします。まあ、ちょっと最近フォローされた方はご存知ないかもしれないですけど、僕のアカウントが旅行チャンネルと野球チャンネルって2つがあって、もともと野球の動画は全部野球チャンネルで上げてたんですけど、野球の方が収益が止まってですね、今旅行の方に避難している状況になってまして、で、そのうち多分旅行、野球の方が収益が復活するはずなんで、そしたらまたご連絡いたします。そしたらまた運営方針とか変えるかもしれないんで、まあそれはそれで、またその機会にお伝えできればと思います。はい。ということでね、まあ、皆さん、1年間、はい、非常にありがたかったですし、まあ阪神が最後優勝して本当に良かったかなというふうに思います。じゃあまたね、引き続き動画は上げてみますけれども、またね、またの機会で、お会いできればと思います。あとでですね、昨日ね、すごい球場で声かけていただいて、まあ今までもう、まあ多少は声かけていただくことはあったんですけど、昨日ね、7人、8人ぐらいに声かけられて、もうなんか、結構皆さん見ていただいてるなということを実感いたしました。今まで、なんかちょっと私の趣味の範囲かなと思ってたんですけど、なんか結構声かけていただくことが多かったんで、非常にね、まあ私も、身の締まる思いというか、引き締まるような思いですし、まあ、多くの人に見ていただいて感謝しております。はい。ということでね、引き続き、当チャンネル、および阪神タイガースをね、よろしくお願いします。じゃあまた、どこかの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。